昭和を代表するベテラン音楽漫才トリオ、鹿島市ミュージアムのメンバー、庄司ゆたえさんが94歳で逝去されましたことを、誠に残念ながらご報告させていただきます。歌枝さんは、一押し気分鹿島市娘のテーマソングを歌い人気を博しました。歌子さんは1981年にトリオとしての活動を休止した後も、ドラマやバラエティ番組などで活躍を続け、6年前には3姉妹で舞台に出演して注目を集めたという。所属事務所の歌子さんは2年前から体調不良を患い、今月19日に94歳で死去した。